ある神社である旧社格は豪社本殿など5棟の社殿が重要文化財に指定され国宝や重要文化財の甲冑なども境内国宝館において一般公開されている境内は八幡山と呼ばれ樹齢100年以上の老い過が立ち並ぶ近年では串引き八幡宮は一宮であるという勘違いが進んでいるがこれは事実ではない 通常一宮は、国の役人であった国師が不妊の際に参拝する、順番が最初という意味であるが、串引八幡宮が自称する一宮というのは、森岡藩の南部下がとても大切にしていた神社という意味合いで用いられている。実際八戸藩が成立しても、串引八幡宮は、飛び地として、森岡藩の管理下にあり、八戸の神社にならなかったほどに、 森岡南部化は厚く数形しており、反省が解体されるまでずっと森岡の神社となっていた。この南部総鎮守一宮という言葉は、蒸気のような背景のため八の兵では何ら地盤を持っておらず、衰退していた神社を建て直すため。 平成に入る前後あたりに観光戦略的に作られた串引き八万宮独自の造語で森岡にいる本家の南部氏が特に厚く数形したから南部の総鎮守と言えるだろう同じく南部家にとっての一宮と言っても良いだろうというネタで作られたキャッチフレーズであるこのキャッチフレーズは現、株島神社宮寺が串引き八万宮ネギ時代創作したものであるが本人は 北東北に、一宮が存在するはずもないという歴史的常識を知らずにやってしまったため、詐欺のような行為だという周囲の批判が巻き起こってしまった。しかし、事実これによって、くしき八幡宮が立ち直った側面があるのも事実である。実際の道の区国一宮は、島彦神社、塩釜神社、馬場とと小秋神社、八月とと小秋神社、 石戸と小脇神社の道の区国一宮論者四社と言われる神社が本当の一宮であり、青森県内では新一宮として、岩木山の神社が全国一宮会に属している。八幡大臣を祀る。任南元年に鏡炎孔が甲州南武将に八幡神を勘定して創始し、火の鎧をどのうちに収めたという八万宮に起源を持ち、 文治5年の欧州合戦で先攻を立てた、その域南部高校が、ぬかのぶ豪軍の領地を任されて、研究2年に入部した折に、6個の滝の沢村に、社殿を造営して、南部省から、八幡宮を遷座し、さらに上皇元年に、櫛引村の現在地に遷座したという。社殿の、櫛引八幡宮縁起休憩によれば、滝の沢村への潜座に際しては、 津島平次郎という家臣が公衆へ使わされ、道村に刈り宮を営んだのも同人であったことから、その子孫である滝沢家が、鍵守るとして妻子に預かるようになったといい、また、南部省や幡宮の別当職であった、雄番という僧も先座に愚ぶし、当地に来住して、不問院を改装、以後別当人員として、鍵守ると共に妻子を司さどったという。なお、 くしびき八万円儀に、くしびき村には、大道年間に、坂の上の田村マロが創始したという八万宮の、勝者が鎮座していたためにそれと合詞したものと申している。その後は、くしびき八万宮として、南部の総鎮守とあがめられ、南部、一宮とも称された。その後、県務年間に三考南部下が衰退すると、当時道の区国の国士代理として下校し、 根じろを築いた南部始業が再興して南部市の祈願書とした。旧暦の8月14日から16日の3日間に行われる周期大祭は最重要の祭儀と位置づけられ、やぶさめの真事や様々な芸能が奉納される。やぶさめ根じろ、南部市の始業の再興によって、領内安全、子孫繁盛、文運長久を祈願して奉納されたのが起源であるという。 死行の子孫である根じ郎南部市十代目の光行が、大米十八年に秋田へ出陣するに際して、戦勝を祈願し、八の兵外戦すると陣中で着用した愚足と、着替えの二両、長船雪光の立ち、乗馬の青毛と貝馬の影の馬二匹を奉納し、同年八月十五日の大祭には盛大なやぶサメの、神事を採行したと伝え、以後やぶサメには、 青毛と影の馬をかけさせる定めとなったという。また、ヤブさメの乗り手を、役者と称すが、この年からはねじろ、南部氏と共に七子南部士も参加するようになり、以来役者を務める者は三個、八戸7個の兵、七子の三南部下から出ることとなり、その慣例が、幕末まで続いた。かつては、禁止する役者が神社へ参拝するときには不条のものを、 踏まないように高速打を履いたり、当日の朝は役者が参拝するまでは一般の参詣を許さない等の決まりがあったという。なお、現在のヤ部サメは明治以後に中絶していたものを、社前に新しく馬場を設けて、昭和59年11月7日に復興したもので、ある。また5月14日のお浜入り神事は、三越が小中野の御前神社に登御する神事であるが、 これは、真意の再生、更新を図るものであるという。以上の三棟は、昇法二年から慶安元年にかけて、森岡藩二代藩主、南部重直の命で造営されたもので、その後の補修工事も藩の直営事業として行われた。江戸時代前期の社殿形態を伝える意向であり、拝殿左右に脇宮として祀られている、新名宮と春日社の二棟を合わせて、 同時代の建造物群として残されている点が、貴重であることから、平成5年4月20日に、国の重要文化財に指定された。なお、玄廃殿は、昭和59年11月に竣工した桁雪十五軒、張間八軒入りもや作り平ら入りい板武器の建物。その他、16柱の神々を祀る、豪志殿や、門杯稲り神社、祖霊社がある。 括弧内年月日は、指定日工芸品建造物工芸品建造物、工芸品彫刻工芸品。ありがとうございます。